この中、戦うのかな？どうなんだろう。行ってみようか。こんにちは。ここまで追いかけてくるとはバカな奴らだ。シークレットを知ったからにはユウたちには死んでもらおう。ああ、あれがモノホンですね、おそらく。このマシンを使ってファイターたちからパワーをチューチューと吸い取っていたんだ。そう、ミーのビューティフルなボディをフォーエバーにキープするためにな。わあやばいじゃないですか。うわー、もういい曲じゃないですか。よし、では懲らしめてやりましょう。まずは物知りだね。マッチョガンス、結構まんまなんだね名前。はい、60 マジか。え、大丈夫なんかな。こいつの攻撃パターンはまず自分の行動回数を増やしてから行動回数増えんの。プリプリマッチョスターストーンってすげえな。チャージします。今日も元気にチャージをしていきましょう。おーシェーじゃないですか。ノコ太郎かな。チャージ。防御アップか、マジで。うわ、来るかな。うわー、防御上がっちゃってるんで、まだチャージしとこう。また上がっちゃった。うわー強いな。チャージ。よし、怖えな。甲羅の守り、はい、いいんじゃないですか。よしよしよし、シンプルにすごいよな。50ダメージぐらい与えてますもんね今。ナイスファイトゴンザレスくん、その調子でガンガン攻めてきた。前やっぱ CA だよな。これ行動回数増えた、やべえな。はい、まあでもいけるか。ガツンいけるかな。6だっけ。なあ、あと1か。はい、うーん、まあまあまあ。テクニックのデパート。でかくなりましたね。
うわ強そう、うわよけよけ状態になってる。うわそうくるのね、マジか。いけるかな、当たるかな。あ、普通に当たった、ありがとうございます。よーし、勝ちました。スペシャル技使わずして勝てましたね、ありがとうございます。さあということでどうしましょうか。ぶっちゃけね、もうね、あげた方がいいのかなって、あのマジで思ってるんですよねマジで思ってるんですよね。でもこのゴールドホークさんとマッチョガンさんをすんなりと倒せてしまったので、まだいけるんじゃないかっていう自分もね出てきてるんですよね。どうしようかな、フラーポイントにしよう。バッジばかりでしたもんね。いえ、マリオ、社長を倒してくれてありがとう。木下さん、ごめんなさい、あなたを巻き込んでしまって。でも私はどうしてもこの闘技場の真実を解明しなければならなかったんです。すべてお話ししましょう。実は私には木下チョフという家族思いの優しい弟がいました。弟さんが貧乏な家族を養うためこの闘技場の選手となりお金を稼いでいたんですが、ある日突然行方不明になったんです。なるほど、それで弟さん探すためにマネージャーになってって感じか。ってことはあのメールってそういうことなんかな。手助けしてくれてたってことなんすね。弟さんのことか、初代チャンピオンのプリンスマッシュさんって。あれ、スターストーンってすげえ。いただきましょうか。さあということでスターストーンゲットした、ありがとうございます。スターパワーが4になった。さらにマリオはスペシャル技ムキムキボディを覚えた。強そう。能力アップ系かな。さあということでステージクリアです、ありがとうございます。華やかなウーロン街の裏は人々の思いが渦巻く暗く危険な世界でした。キノシコアの助けも受けてついにマリオはウーロン街のボスガンスの正体を暴き、そしてパワーアップしたガンスをやっつけて3つ目のスターストーンを手に入れることができました。
パワーアップマシンを動かしてガンスに力を与えていたスターストーン。どうやらスターストーンにはまだマリオたちが知らない力が秘められているようです。論文書けそうだよね。マジョリンを。一体何をやってる？まだあのマリオとかいうやつを始末できないのか？思ったよりも手強いんでね。今回は必殺兵器を用意したからね。必殺兵器。本気出してくるのかな？影3人組が。さあ、今日のピーチ姫です。ところであの人たち、あれから地図のこととか聞きに来ないけれどいいのかしら。聞きに来てないんだ。あら、テックさんがお呼びですよ。毎回なんかお風呂上がりに開けてくれるイメージがあったので、お風呂入る必要あるのかなって思ってたんだけど。もうそろそろさ、テックさんの質問が、なんか使ってるシャンプーとか、そういうこと聞いてくるんじゃねえかな、みたいな。そんなこと考えながら、ただいま入浴をしてるんですが。シャンプーとか、トリートメントとか聞いてきそう。よし、行きましょう。でもいずれこっちも行くことになるのかな。今のとこ完全なる一本道ですもんね。こんにちは、ピーチ姫。こんにちは。バツガルフ様のところへ行って聞いてもらいたいことがあります。聞いてもらいたいこと、なんでしょう。最近ある情報を入手したんですが、気になることがあるんです。プログラムに入力されてないことは知ることができない。だからそのことについてバツガラフ様が何を考えておられるのか知りたいんです。エレベーターを上がったところに軍団員の部屋がもうピーチ姫の言ってることをお構いなく話し進めてるんだけど、テックさん。そこで軍団員の制服を手に入れて着替えてください。 お着替えイベント、まさかの変装か。つまり変装その顔よ。どうせ嫌と言っても聞いてくれないんでしょ。お察しがいいよねはいって一言だけ。まったく、テックは何を考えてるのかしら。本当おかしいだ、コンピューター。ってことは？いけるようになってる。な、結構移動するんですね。おお。今です。エレベーターを出てすぐ右の緑のランプがついてる部屋です。
相手こっち。これあれかな、あえて逆に進んでるんですけど今。見つかっちゃったりしても大丈夫だよね多分。なんだっけ、前作のマリオストーリーはねこういうやつあったんだけど、見つかっても最初のあのピーチ姫のいるお部屋に戻されるだけだったんで、まあ多分そんな感じじゃないかなとは思うんですが。これか、一応奥まで見てみようかって思ったけどこんだけっぽいね。じゃあもっとこれから先さ広々と探索とかするのかな。ここで着替えてください。軍団員の制服はロッカーに入ってるはずです。カーテン開けたらさ軍団員さんいたらめっちゃ面白いんだけど。あったー、これか。いろいろとすごいな。まあちゃんと歩き方もそうなるんだ、かわいい。あれ普通にいらっしゃる。今は休憩時間だと、ならば行ってよし。多分この部屋にバツガルフさんいるのかな。じゃあさ多分この状態だからこそ行けるような場所もあるんじゃねえかと思うので、ちょっと行ってみたいな。怪しい匂いがするのである。いい匂いがするのである。よし、じゃあ行きますか。こんにちは。ピーチ姫のことですが、これからいかがなさいますか。あの女から聞きたいことはもうない。あのまま部屋に閉じ込めておくんだ。一体何のためにピーチ姫を捕らえておくんでしょうか。世界を征服。あれ待って待って、あ、もう一回着替えられるんだ。ちゃんとさ
ここにかかってるドレスがパッて変わってますよね。このカーテン閉じてるタイミングから。え、このままでいいのかな。さあ戻りました。ピーチ姫、一つ聞かせてください。ピーチ姫は今の世界が好きですか？この世界にはたくさんの問題があります。そんな世界が好きですか？嫌いなところもあるけれど、それでも好きに決まってるじゃない。そうですか。世界征服にスターストーンが何か関係してるの？お答えできません。ちょっと進展しましたね。お、クッパさんのお鼻が見えますよ。ああ、出てくるんだ。でっけえな、あれはかなりのバレだぜ。クッパさんびっくりしてた。やっぱおばば強いな。どっちも年寄りだ。おばばとおばばだぞ。これいる？この選択肢いります？何やら言いたいことでもありそうですじゃな。なんでお前さ言わないんかい。ピンチ姫になってる。おお、クッパさん怖いな。やはり行ってしまうんですか。そうですか。そこまで言うのであれば仕方がありません。あなたがスターストーンを全て集められることを願っていますよ。頑張ります。お、また勝負しましょうね。
お前は俺が今まで出会ったやつらの中でも一番いいやつだったぜ。もうね、マイケルさんにはね、もうお世話になりっぱなしでしたからね。こちらこそ頑張ってください。で、木下コアさんが闘技場管理するんだね、今後は。これで3つのスターストーンを手に入れることができましたね。さあ早くゴロツキタウンへ戻りましょう。もう一回入ってみようかな。ありがとうございます。よし、では行きますか。ゴロツキタウンですよね。とりあえずは次の位置かな。なるほど、そういうことでしたか。よかったよかった。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。